遅えんだよ、ノロマナ。助けに来るって分かってたような口ぶりだな。助け？何様のつもりだ。俺の力が必要だから来た、そういうことだろ。それはアジトで女の人から押し付けられた。は？あいつ生きてるのか。いや死んでまで世話焼きとはな。家族だろ、あんた。助けるために。お前には関係ない。俺とお前は進む方向が同じ、それだけだ。これはしまっておく。で、来るんだろ一緒に。人に物を頼む態度じゃねえな。頼んではいない、取引だ。お互い拒否はできない。後悔すんなよ。くれよ。仕方ねえな、遊んでやる。一気にぶっ飛ばしてやる。共鳴すればこれぐらいできるってことだ。なんだ。始めやがったな。マリー、時間がない、急ぐぞ。あの光、北東の方だな。まずはここを浄化して霧を消すぞ。あの女の人、仲間なんだよね。リンコのことか。さあな、どうとも言えん。どういう意味？仕事仲間だ。仲がいい必要なんてあるか。
中に長居するな。死んじまうぞ。おい、どうした？こんなところでくたばるんじゃねえ。もっと救わなきゃ。
こんなところにありやがった。森林公園だな。何をやってるのか知らないが、急いだ方が良さそうだ。ああ。森林公園は北にある。行けるところまで行ってみようか。北に行くには霧を何とかしないと。どこかに鳥居があるはずだ。電話の音。奇妙だな。狼が他人の体の中に収まってるのは大変だろ。え？ああ、ごめんなさい。あなたじゃないわ。あなたの中の彼に言ってるの。凛子か。お互いくたばり損なったみたいだな。相変わらず口が悪いな。でも無事でよかったわ。霧の発生源は戦国センタービルの奥にある。え？ずいぶん親切だな。お世辞はいいわ。急ぎなさい。気に食わねえな、リンコのやつ。こっちが拍子抜けするぐらいだ。
親切なのがそんなにおかしいのか？ああ、おかしいぜ。このビルだな。入り口を探すか。